第2セットを割って1対1同点です。3セット選手の決勝戦です。この第3セットは青選手がステージを決める権利があります。はい、選んできましたよ、お得意のこのステージは。無限ステージですね。はい、第3セット始まりました。やはりその先ほどの1試合目、はい、2セット目ですね、はい、この木下選手が、まあ、壁をうまく使っていたので、はい、ここ壁なしかと、やはり壁なしの方がいいんじゃないかというところで選んだのかもしれないですね。木下が攻めています。でもシャヒーンの方も壁なしが苦手ってことでもない。そうですね、まあ、先にこうやっぱりリードしてしまえば、ま、守る技非常に強力なので、むしろ追い詰められないことによってその守りの強さっていうのを生かすことができるんですね。青も反撃をしてきた。あっと、戻した顔を戻した。絶対買わないですね、これなかなか売れない。両者で1秒対残り20秒は出しかあっといや冷静でしたね。まずも球が取りました。ラウンド2ファイト。今のその青の狙いとしては、はい、下段上段という連携型だったんですよ、はいはい、これはその木球がうまいということをもう信頼して初段をガードするだろうと、はい、初段をガードさせて2発目に対して、まあ、初段をガードした後反撃を2と2発目でカウント取れるという連携なので、はいはい、これを使ったんですけども、はい、その上を行く、冷静さを木球が見せまして2発目しゃがりましたね。さあこのラウンドは青が攻めている。だいぶ木球はダメージを食らっている。残り30秒、青がさらに攻めていくというのはかなり面白いですね。普段であればディフェンシブに行くのかと思いきや自分から攻めていってます。高級も反撃しています。青1-1です。両者全く並んでいます。ラウンド3ファイト。いきます。反撃、これは決めている。青のうわすごい攻めますね。なんか攻めますね。先ほど軽く2人からお話聞いたんですけど、まあもう俺ら2人でこの雪国でシャカシャカしてればいいんだと何もせずにこう下がってればいいんだっていう話をしてたんですけど、試合展開見ると全然そんなことないです。お互いにかなり攻めていくという展開になってます。パワークラッシュ、これは攻める。いやー、上手いですね。モキューの反撃、レイジオ大のモキュー、沖縄中段丸どうしている。さあ、分からない。さあ、どっちだ。残り青、すげー。青、すげー。青です。青が取りました。 2-1、 青がリード。ラウンド4ファイト。これどっちが強いか全然分からない。その今も後半によく見られるのがですね、青選手は、はい、この今の、シャヒーンの、はい、ハイキックからのパンチの技、はい、これはまあ非常に強力だと何度も説明してると思うんですけど、これに対して、その暴れを読んで後半になってくると、しゃがみつらす、両段を避けて攻撃できる技を、まあ、かなり多用しているという試合です。今もう9の技が決まりました。これで 2-2 です。ファイナルラウンドファイト。このラウンド取った方が第3セットを取ります。さあ、これ空振りしている。飛んでいる。あっと、青の技。いや、早めに決断しましたね。青が攻める。体力があるうちに、はい、その暴れていくと。あー、なるほど。これですね、あればそのもしガードされて反撃されてもそれほどのダメージにならないというところで、残り30秒、体力差の貯金を使ってむしろ大きい技を当てている青という試合の流れになります。レイジオ対モキュー。すごい。第3セットは青、セットカウント2対1、青がリードしています。